そなんか急に当たらなくなっちゃったりとかする方が増えたりとか、今までスライスしてなかったのにスライスする方が出てきたりとかしますね。なので、ちょっと長いクラブの注意事項を見て、お伝えしていきます。まずの長いクラブになると、やっぱりこう振り遅れっていうので、体が開きやすくなってスライスしてしまうというのが、まあ、一つ多い原因なんですけど、あともう一個で構え方とか、ちょっと意識っていうところで皆さんこう間違えてしまうところもあって、こんな感じで長いクラブって大体左足寄りにこうボールを置きますよね。で左足寄りにボールを置いて、でそれに対してこう左にこうやってこう構えてくるんですね。このボールにこう合わせて構えるんです。でそうすると全体的に重心がこう左になって、もっと言うとこうやってこう構えるので肩もこうやってこう開いてきて、この時点で、ね、スライスしそうなこう構えとか、なんかこうボールが上がらなそうな構えになってしまうんです。一回ちょっとこの構えで言って、この左にあるボールに対して左にこう合わせて、手とか体の位置とか左に合わせて打ってしまうと、こうやって低いこうスライスボールみたいにこうなりやすいです。全然こう上がっていかないし、球も捕まっていかない感じ。で長いクラブ、まあ、フェアウェイウッドとかもそうなんですけど、結構こうソールが広かったりとかするので、多少打ってもちゃんと滑ってボールには当たっていってくれるので、おすすめはですね、ちょっとこうクラブをわざとこうボールから離して、クラブを真ん中ぐらいにこうセットアップしてください。で、ここめがけて振ってきちゃってください。ボールめがけて振っていくと、結局こうやって体が開いてスライスしてきてしまうので、できるだけボールも上がりにくいので、ここめがけて振ってくる、真ん中です。真ん中めがけて振って通過したところで当たるっていう感じぐらいでいいです。通過してから当たるって感じ。なのでボールを打ちに行くときに、このボールの手前ぐらいを意識して振っていきます。少しセットアップの真ん中ですね、体の真ん中ぐらいにヘッドを置いて、でここめがけて振っていきます。そうするとボールがさっきよりもだいぶ高くなって、かなりこうドロー系のボールで捕まっていきますよね。たったこれだけのことであんなに